最近ついてねえな。日頃の行いが悪いんだろうよ。うっせえっての。よし、そろそろ帰るか。オープン回線。どこのドイツだ。何言ってんのか聞こえねえよ。 なんだ、あれ。間違いねえ。回覧だ。俺たちの港の方に向かってないか。クソ、なんだってこんな時に。ここからじゃ先回りするのは不可能だ。 そんな、じゃあ港の仲間たちは。ガキども。騒ぐんじゃねえ。絶対手があるはずだ。仲間は絶対死なせねえ。こちらキャラバン、周囲のエイジに通達。繰り返す。こちらキャラバン、周囲のエイジに通達。現在回覧が発生中。こちらエイジ、回覧の状況を知らせろ。繋がった。話は後よ。この船の進路上に現れている。 解除して。何をする気だ。話は後と言った。いいから従いなさい。報酬の交渉なら後からいくらでも聞くわ。本船は港の救援に向かっている。事態は一刻を争うの。了解した。直ちに向かう。港にはエイジのガキどもが取り残されてるはずだ。そいつらを必ず助けると約束する。通信は以上。検討を祈る。 これがチャンスってわけか。行こう。ひっくり返すぞ、全てを。 港の仲間たち全員で新しい明日を生きるんだ。 片付けようぜ。
港に取り残されていた方々は全員保護しました。リカルドさんの情報通りでしたね。牢獄のような部屋にエイジが閉じ込められ放置されていたようです。まだ幼い子もたくさん。ひどいわね。こうも人間は醜くなれるものなのかしら。それから彼らに合流ポイントを送っておきました。そこで落ち合う予定になっています。でも良かったんですか？報酬の交渉は後でいくらでもなんて言っちゃって。そうね、命を金に変えるような子たちじゃないことを信じるわ。それ解決策じゃありませんよ。分かってるわ。180度回答。この領域を離脱して早く。回覧が来るわよ。